私は葬儀屋である往生堂の一員、名乗るほどのものではありません。こちらにいるのは往生堂で最も物知りな格系、勝利先生です。この淀まり石、小さくともその品質は本物だ。逃すには惜しい一品だろう。さよう。風車アスターを陶器に貼り付け焼いたのか。面白い。炎により花びらは灰になるが、模様となり陶器に残っている。この発想、買うに値する。さよう。これほどまでに形の似た石箔は珍しい。そもそも採掘自体が難しい鉱石、買うべきだ。さよう。最上級の淀まり石、工芸品の陶器、二組の石箔、葬儀屋のお嬢さんに風車アスターを一輪。そう言われ受け取りました。勝利先生は不思議なお方です。シャンリンがいるときは新月軒や瑠璃亭ではなく万民堂に来るべきだと言っただろう。はいはい、俺はどこでもいいよ。それよりここも箸しかないの？リーユエの美食を楽しむには箸の練習をした方がいいぞ。勝利さん、今日はおすすめの清泉町の豚肉があるよ。山椒豆腐の定食とどっちにする？どっちも頼もう。シャンリンの新メニューを祝うためスネージナヤの習慣にのっとりチップを渡した。勝利先生は損得を気にせず情を重んじる気前の良いお方ですが、その気前は結局往生堂が背負うことになります。ですが今回の請求も北国銀行が持つことになったので助かりました。いらっしゃい。このかんざし以外ならご自由にどうぞ。なぜこれは売らないのだ？ああ、これは妻の薬を買うため金に困った男が質に入れたのだよ。取りに来るまで保管しておかなきゃならん。ほう。倍の金額でそのかんざしを買い取った。かんざしを返した上にその生活費まで。葬儀屋のお嬢さん、この件は内密にどうか経費で落としてくれ。おいしいものをご馳走しよう。はあ、まったく勝利先生に関わると大変なことばかりです。それは書物に記されたかつてのリーウェのことです。海は妖魔に侵され、山は水地に奪われました。それに対し元王帝君は仙人を召集し世界を取り戻そうとされたそうです。伝説によりますと、帝君がその時に放った言葉は、魔と神が入り乱れし、この世の中、己と天下を見極め、属性を知見する。天道万象。世の塵を払い、民を守る。それはリーユエ最古の契約。そして今、最後の契約もすでに定まった。